喋らないと。いや、タカが。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。LT ブロークです。ちょっと今日はね、アンテロープキャニオンっていうところに行きます。はい。めちゃめちゃ有名なところ。名前知らないかもしれないけど、写真見たら、あ、それ。絶対わかるね。絶対にわかる。で今ちょっとね向かってるんだけど、アンテロープキャニオン実はねツアーでしか行けないんですよ。そう、私たち昨日行きたかったけど、なんかツアーがないといけないって言われて、それを昨日知ったんだよちょっとねツアーの様子をね撮っていけたらなと思います。そう、楽しみにしてください。カモン。今ねツアーの場所に着きましたよ。まあね、こういう風にね周り何もないところにツアー会社があって、そこにねみんな集まってきて、でジープに乗ってみんなで一緒にアンテロープキャニオンまでツアーで行く感じになります。でまずはねサインアップしてお金を払う。嘘でしょ、はい、だって集合時間がさツアー始まる45分前だよ。3分、実際3分遅れただけで予約システムが全てキャンセルをしちゃって、自動的にね新しい予約の人が入っちゃったからもう無理だよって言われました。私は遅れるよって言った。私はちゃんとしたプランニングをして、とかが朝俺のせいにしようとしてる。もちろん 100% 高のせい。まあめちゃめちゃ行きたいから、まあ、世界一周終わった後にどうせアメリカ横断どっかのタイミングでするから、その時にアンテロープキャニオン行ったろうと思います。でもアメリカ横断はそんな国の真ん中まで行ったの。行く行く、無理やりレンタカーでぶち抜いたるわ。はい、ツアーとしてはね2人で150ドルぐらいだったから、まあその150ドルが貯金できたと思えばポジティブに生きていきましょうってな感じで、まあ今日はね気持ち切り替えてグランドキャニオンに行きます。今ねグランドキャニオン着いたんだけど、すごいね観光地化されてる。人もねめちゃめちゃ多い、他の国立公園に比べると。そうだね、人が本当に多い。やっぱね全米ナンバーワングランドキャニオンだけあるわ。ここがビューイングスポットだね。さすがグランドキャニオン。そう、めちゃんこ広い。うわ、あれ眠たいね。眠たい。おーすごい。何なんでかわからないけど反対にこの景色が見える。これ見てみて。おーすごい。また同じことは言ってる。すごい、景色が反対になってる。すごいね。まあでもこっちのは断然綺麗だけどね生で見た方が。だよね。見て、みんなみんなみんなおおすごって言ってるそう、グランドキャニオンねめちゃめちゃ広いからね、どこに行こうか決められません。車でまた移動する。ちょっとでも前はアイスクリーム。本当に何を考えてる。アイスクリームを食べたいと考えてる。でまずはねちょっとレンタカーじゃ行けないとこで、あのシャトルバスで行かなきゃいけないところだから、シャトルバスに乗って向かいます。見て、無理だよ。あ、乗れんくねあれ。今日ね別にハイシーズンでもないし週末でもないんだけど、めっちゃ混んでる。何があった。えげつないぐらい人が来てる。ちょっとね今これめっちゃ並んでるんだけど、これちょっと違うルートのバスだった。あぶね、行きましょう。ちょっと今ねグランドキャニオンのことを調べてて、ちょっと教えようかなと思って。グランドキャニオンってねマジですごくて、このねグランドキャニオンの真ん中にねコロラド川っていうのがね流れてんだよね。
で、このコロラド川が数百万年かけてこのグランドキャニオンの形を作ったらしいよ。で、まさかのまさかこのグランドキャニオンの大きさ、長さ450キロ以上、450キロにわたってコロラド川がこの地形を作ったと。バスが来てしまいました。以上です。もういい。ハロー。リスがいる。ネズミじゃないの？いや、リスだろ。リスでした。すごくね、こんなとこで暮らしてんだね。ハロー。だからワンちゃんじゃないから。下を見た？見た。こう、このすぐ下にめっちゃ怖い。めちゃめちゃ深い。ちなみにね、平均はね、1200メートルの深さらしいよ。だから1キロもある。やばいよね。一番深いところ何メートルだと思う？ほぼ2キロ。ほぼ2キロ。日本の山はすっぽり入ります。富士山って何メートル？3300、わかんない、なんとかメートル。3300メートルぐらい。半分以上も入る。すごいよ。バーンって入れたバスが来ちゃったよ。行きますか。はい、ということで最後はね、マザーポイントっていうところに来ました。はい、ちょっとね、今夕暮れ時なんだけど夕日はね見れない。マザーポイントは夕日スポットじゃなくて日の出スポットなので、ちょっと残念ながらね夕日は見れないので、もう帰ります。今日の一日グランドカニオンを見て、どっから見てもどの角度から見てもグランドキャニオン、すごい。どこでも一緒。そう、そういうこと。どのビューイングスポットに行ってもすごい綺麗。スケールが違うなっていう感じ。あ、そうだね。めちゃめちゃでかい。でね、今日でもうアメリカのね国立公園巡りはおしまいかな。そう。もういろんな国立公園行ったね。カリフォルニア、ネバダ、ユタ、アリゾナ、いろんな州の国立公園を行ったけど、あ、後ろの夕日綺麗だね。はい、今日は最後です。明日からまだ1週間アメリカにいるので、これからは。いろんな街をちょっとプラプラしようと思ってます。明日からラスベガス。ラスベガス。どうなるか。僕らの全財産をギャンブルに投資した結果どうなるか、皆さん気になりませんか？気になる方は次の動画もチェックしてください。そうだね。このビデオがめちゃくちゃすごいなと思った方は、それ言い過ぎ。誰もいいの押してくれないよそれ。OK。じゃあこの動画がちょっとだけでも面白かったと思った方はグッドボタン、いいねボタン押してください。てな感じで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバイ。あ、日本のガソリンスタンドとアメリカのガソリンスタンドって違う部分も何個かあるから。まあレギュラーって書いてある場合とアンレディットって書いてある場合で、ちょっとお釣りもらいに行くついでに、この気をつけの中もね、ちょっと紹介しようかなと思います。見えるかな？ピクルスの大きさ、こんなもんある。